穀物メジャーは、大豆やトウモロコシ、小麦をはじめとする穀物の国際的な流通に、大きな影響を持つ、商社群。1990年代には、五大穀物メジャーにより、世界の穀物流通の70%が扱われた。カーギル本社1970年代から1980年代に、かけ、アメリカのカーギル、コンチネンタルグレイン、フランスのルイドレフュス。 オランダの文ゲの4社に、スイスのアンドレ・ガーナック、または、アメリカのクック・インダストリーズを加えた5社が5、大穀物メジャーと呼ばれた。後にクックとガーナックは倒産し、代わって、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドや、コナグラが台頭して、カーギル・コンチネンタル・グレイン・ ADM ・コナグラ文ゲの、新語協体制となった。1997年時点での、 カントリーエレベーター類の所有機数及び容量は、下記の通りで、上位5社で、アメリカ合衆国内1426期793万,万8190、1000ブッシェルのうち19.5%を占める。穀物メジャーは、設立や、事業発展の経緯から、伝統商社型、加工業者型、生産者団体型、異業種参入型に対別できる。 カーギルやブンゲ、ルイドレフスは伝統商社型に相当する。後年に発展した ADM やコナグラは食品加工業を本業とする。生産者団体型の代表格であったファーマーズエクスポートカンパニーはアメリカの対ソビエト穀物金融措置の煽りで1980年に破産したが農協系組織は主としてアメリカ国内での販売において 大きな勢力を保っている。異業種産入型は、クックインダストリーズ破綻により姿を消した。現在一般に5大穀物メジャーと言われる企業は、以下の通り。上記4社を俗に ABCD と称することがある。過去に、穀物メジャーとされた企業には、以下がある。なお2013年7月にはマルデニーが、米国3位のガビロンを買収して参加に収めた。 全世界での穀物取り扱い高では、グループ全体で約5880万トンと、首位のカーギルに次ぐ2位に躍り出たため、日本のメディアの中には前述の5大穀物メジャーに、丸紅ガビロン連合を入れるところも出てきている。1960年代初頭までは、冷戦下にあったため、アメリカ合衆国から東側諸国への食料輸出は行われなかったが、 1963年に、ジョニ F ・フ・ケネディ大統領は400万トンを上限として、小麦及び小麦粉をソビエト連邦へ輸出することを許可した。1972年、世界的な強作による食料危機が発生。同年夏に、ソビエト連邦は、コンチネンタルグレインからトウモロコシ625万トン小麦500万トンを、はじめとする穀物の大量買い付けを行い、 穀物は各石油に次ぐ第三の戦略物質と呼ばれるようになった。これを機にアメリカの穀物輸出は余剰在庫の処分から世界市場の獲得を目的としたものに変貌し大手国際穀物会社は穀物メジャーと呼ばれるようになる。1980年代には ATM や粉ラといった新興勢力が力を伸ばしていった。 ADM は1983年にドイツの穀物商社、食品加工会社の AC トッファー、1992年にイギリスのピルスベリーに資本参加。1997年にはグレンコアブラジル法人の穀物部門、ブラジルの食品会社サディアの穀物部門を買収するなど業用を拡大していく。バンゲは1997年に ブラジルの大御作油会社セバールを買収。1999年にはカーギルがコンチネンタルグレインの穀物部門を買収するに至った。コンチネンタルグレインは社名からグレインを外し畜産、金融、液化石油ガスに特化したコンチグループカンパニーズに社名変更した。2001年には大豆陶器の失敗からアンドレガーナックが倒産。 かつての五大穀物メジャーの入れ替わりが進んだ。シカゴ商品取引所生産者から穀物を集荷し、保管する小口の穀物を大口の企画品にまとめ上げる穀物の大量輸送により輸送コストを下げる年間を通じ大量の穀物を安定供給する輸入国の需要動向を図り、受給を調整する1970年代以前は、 倉庫に保管している在庫を販売する形態であったが、大量取引が増えるとそれでは間に合わないようになる。先に輸出契約を締結してから、農家から穀物を買い付ける、商品先物取引に近い形態に変わっていった。穀物の価格は、シカゴ商品取引所における定期価格に基礎差額を加えた額となる。穀物の取引には、価格リスクや為替リスクのほか、 輸送上保管上における物理的なリスクが介在する。取引の失敗から FEC やクックインダストリーズ、レガーナックが倒産し、1977年には粉塵爆発による貯蔵施設の連続爆発事故が発生している。ありがとうございます。